今日のお昼はペヤングの、ね、焼きそばを食べたくて買いに行ったんですけど、なんか味が4種類変えられるっていうちょっと美味しそうなのを見つけたので、ちょっと食べれないかなと思ってましたけど、意外とねこれ食べれますね。すごいね、すごい量がもうずっしり400グラムぐらいあるんですけど、まあ、ちょっと時間をかけてね、15分ぐらいかければ普通に食べれましたね。で、なんか魚介の、粉、それがめちゃくちゃ美味しくて、もう最初からね、めんどくさいんで全部混ぜちゃいました。4種類味わうんじゃなくて、最初からかやくむっていうか、まあ、入ってるもの全部入れて食べました。はい、割とねちょっと最初無理かなと思ったんですけど、結構食べれましたね。だから普通の男の人もね食べれるんじゃないかと思います。で、間でこれ2回ね飲みました。